皆さんこんばんは。おっぱいダンス甲子園本戦最強高校決定戦、この時間がついにやってきてしまいました。時は2年前、2017年の秋、第1回の再開が行われて以降ずっと行われなかったんですが、今回は甲子園でこと高校生に限定しおっぱい関数の大会を行ってまいりたいと考えております。本日2019年8月21日というのは甲子園の決勝前日、休戦の日でございますが、私たちおっぱい関数本部はこの休戦だからこそ、この日に約320件あった応募の中からトップを選びたい、そのように考えております。そして今回審査員として様々な方々をお呼びいたしました。それでは審査員入場。皆さん本日お集まりいただきありがとうございます。ありがとう。いやー、来ましたね、この時期ね。来ましたね。前回はまあ大学まで全て込みでおっぱい関数選手権やったんですけども、レベル低いんじゃないの。でもこれ高校生限定ですから、前回に比べたら、はい、レベル低いと思われますよね。前回の優勝がね、高校ファン大学校の皆さんが出してくれた全身曲線美みたいなものが、はいはい、これ優勝したんですけども、今回高校生だけにしたにもかかわらず、もしかしたら凌駕するのではないかというようなものも見られます。ちなみに2年前、実はおっぱい関数選手権送ろうと思って大学院研究室メンバー全員で総出で本気で作って 3D モデルまでやったんですけど、最後の最後で揉めて送れませんでした。そんな裏話が、そのレベル、そんな裏話が作れしまい。ガチのサナの視聴者だ、YouTube の。あ、はい、それ嘘じゃなくて、本当に嘘じゃなくて、嘘じゃなくて、俺嘘やと思って今の。いや本当に、ちょっとで 3D で作って、乳首の座標で揉めて、あの壊れた問題やろ。その人、どうなった。通りすがりの魔術師ですね。あ、ハボ2ですね、今。ハボ2ですね。ちょっと今一人なんか違う空気感を持つ審査員の方がいらっしゃるんですけど、この方が今回初めて招聘させたいの、伝説ですか。伝説の方ですよ。どちら。まあ前回の航空保安学校、保安大学なんですよ。まああるの素晴らしいです。あ、これですね。やっぱりあれにはちょっと納得いかないという大学の教員の会の会長でございます。いやそうです。先生はちなみに前回で言いますと、どのおっぱいが良かったですか。名古屋大学。まあ変数動かなという伝説のね。そうですね。あの方がね、今回の審査委員長ということで。そうですね、はい、2年前はね、はい、MC をやらせていただいたんですけども、はい、今回はですね、審査員にやらせていただいてということで、皆さんよろしくお願いします。はい、審査委員長が作られたこのね、これを見て、なんと320件もおっぱい関数の大踊りがありました。いやでもね、高校生っていうのはでもね、私はもう納得いきませんね。金で作ったのに。まあ、今回僕はその320個の中から10個選ばせていただきました。300C10。はい、今から考えながらピンしていくってことで。なるほど。さすがっすね。あー、文系混じってるな、おい。大丈夫か、 C と P の話もついていけねえ文系がいるな、おい。コンビネーション分かるか、おい。C と P、お前が。
や、私はでも純粋に楽しみに来たって、あまあ女性の観点なんでね、それは大事ですよね。本物見てるんで、自分のね自分のこう演技ね、あの熱い演技、あれ良かったよ、でもねということで、まあ今からやっていきたいと思います、はい、まずその320個の中からね、10個を選ぶにあたってね、注目したのはね、ここです。真新しいおっぱい関数、真新しい次に出すんですけど、これが前回ね、前回の関数10個すべて感じでね載せたんですけど、これがまあ前回の関数です、はいはいはい、ね、今回は形が一緒でも確か作り方が違うとか、形がそもそも見方が違うとか、もうかなりちょっと前回に比べては新しいなるほどという観点で10個やります。新しいおっぱい、トレンドおっぱい、まあ、審査方法は主に任せるんですけど、何を見たらええんだって分からない人は、まあ、フォルムであったり、はいはいはい、熱い思いそれに対してはオリジナリティで、関数の美しさ、はい、まあ、こういうところをまあ見てもらって、まあ、1人当たり10点は満点の点数を持ってもらいます、はい、で、10個やっていきます、はい、その中の上位3つをもう1回ここに出します。で、出した上でもう1回決勝戦で、M1 スタイル、 M1 スタイルです、完全に。今回よくあったちょっと5作品というか、ちょっと時間かけ長すぎじゃないみたいなものが結構あったんで、ちょっと紹介していきたいと思います。おっぱいは侮辱とも言えるんですか、はい、で、じゃあ20点以上あったものがあるんですけど、それ何だと思います。じゃあ、はい、直線、あー、そういう感じですね。そうですね、はい、正解でございます。あイコール1と書いたおっぱい関数が20件以上、もうこれほんと30件以上、あれ、300C 出てきたけど重複組み合わせなんですよ。重複組み合わせ、そういうことだよ。1点でも20件なんで絞れるじゃん。これでいいや、最初だと思って。実はね、次ね、8件あったのが前回もあったこれです。やはりこれやはり来たか、レーズンの写真、これね、多かったんですよ、ほんまに8件送ってきて、でしかも、みんなこの写真、あ、お前とかもう、レーズンみんなこっちの上で、はい、続きまして7件あったやつ、あー、ゆきりぬの写真で、高一デビューの写真足して大体7件ほど大体7件ほど来てました。犯罪件数7件、あ、じゃあまずエントリーナンバー1、はい、まず作品名と学校名、はい、イデア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 、作品名急に高校が徳島県立城南高校。これどういうおっぱいかと言いますと、まず画像を見せます。お、こちらでございます。おお、こちらでございます。普通に綺麗だね、はい、高校生としては思えない。でもこれぐらいだったら前回見たじゃないですか。まあでも前回見たじゃないですか。これが目新しい点は、うん、これをなんか極方程式で書いてるってことです。これは y イコール fx で書いたんじゃなくて r と θ の式で、いや、マジで書いてます。すごい。その方が、ここの直線が表しやすいらしいです。僕が分かんないですけど。でも、この人らのポイントとして思うね、係数はもう全部 π。マジで π を類乗するか、ルートするかだと、π のマイナス π17 乗、かっこ θ=0.12 の6乗とかって。すげえ、はい。で、乳頭と乳輪の調整、ここですよ。ここの調整に、かなり力を注いだ。確かにそこのね、少しの盛り上がりとかめちゃくちゃいいもんね。で、マイナス2分の π から2分の π まで書いてるということで、まあ、確かに発散しちゃう方がありますね。そうですね、はい、マイナス2分の π で2分の π で、こうさせたい。ああ、うん、ね、上と下を想像させるための想像法なんだ。想像法確かに想像法これ、とある教授さんどう思いますか。僕はイノベーティブかどうかで判断したいかな。イノベーティブじゃないかなと思ってね。確かに当たったから、はい、これ斬新、多分習ったんでしょ、革新的な。そう、それで一言言いたいのは、曲座標を習ってるってことは明らかに言えば高3なんですよ。はい、高3の受験生たちがこの甲子園のために夏を費やしたと思うとちょっと目が熱くなるね。これでも何がイデアかはちょっと僕ちょっと強めですよ。はい、あ、私もそこのタイトルに注目してたんですけど、はい、モデル作品はヴィーナスということで、はい、やはりおっぱいというものは現実世界に存在するものではなく、イデア世界に存在するもの、そういうものを観点に考えると、はい、これを作った皆様、童貞なのではないかと。まあ、そんな感じだね。あれ、曲座標の方がね、あと何人かいたんですけど、次の方は多分浪人だったんですけど、はい、時間ないけど採用してくださいということでね、曲方程式ということでちょっと採用させていただきました。なんとデカルト座標系でも書いてくれて、
ここがパイになってることがまずポイント、めっちゃこだわり書いてます。はい、これをえパイっていうのは 8×1 ってことです。一図で、これで引き出して天才だと思います嫌いじゃないすごい嫌いじゃないね。で、これなんとモデル私ですこれ何のモデル私この子たちはまあ追加ということで、はい、じゃあこのイデア何点か10点満点で、はい、皆さんお手元の。いやこれ難しいね。でも一人一番最初っすかこれ被ったいやいや、違うね、違うね、はい、ということで、まあ、点数が出たということで皆さん、お手元のボードを上げてください、はい、いやいや、被ってんか被ってんか3人一緒が一緒これは一番ダメです。ダメですね俺の思ったよ、やっちゃったなって。8.1 でしょ。 8.1 です。 8×1 だ。あー、そう、私も 8×1。あ、そう、ここはかぶりじゃないですか。かぶりです、かぶりだね。いや、こんなやり取り使われるわけないよはい、ということで暫定トップいや、41.8点。はい、それでは皆さんちょっとどういう観点でそういう風に選ばれました。はい、いいですよ、浜田さんから。まあ、そうですね、基本的に美しさ非常に高いなと思いました。もうシンプルに揉みたい、舐めたい、触りたいマジシャンどう思います？そうですね、まあ今これ一発目じゃないですか、はい、まだみんな元気なんでここで大喜利やんなら大喜利やってくるなと思ったんですよ。まあそれで全然そういうの。まあ案の定。案の定。案の定です。僕の三本。ちっちゃくなってるじゃないですか。だからまあ自分はせめてガチの点数をつけないと不公平かなと思って。なるほど。どうなったよね。何が言ってんだろうね。いやでも気づいたんですよ、ここまでやってみて。はい、自分下ネタに苦手なんですよ。シンプルだね。シンプル。なぜ通りすがりがじゃあここに来たのかって。いやもっとなんかね真面目な企画かと思ってきたらまさかのおっぱい関数。いやおっぱい関数甲子園でデカデカと書いてあったちょっと。まあわざわざ新幹線に来たわけです。おれさん、おっぱいを絞れたって思うのがもうナンセンスなんです。ボールの上の構成者言われてます。全然構成者なんだ。なんならおっぱいは下じゃなくて上の方についてますはい、あれ下ネタじゃないよ。はい、下ネタじゃないってことですね。まあ、バネタって気が楽になりましたよかったね、本当に痛かったでしょ。よかったです。はい、それではエントリーナンバー2参りたいと思います。エントリーナンバー2、名前おっぱいへのささやかな気遣い。いや、いいね、浜松。浜松北高校。そしてですね、おっぱいなんですけど、今回動画になります。おお動画になります。次、画面録画なんですけど、めっちゃジュジュ聞いてる先にちょっと関数の方から。何で？もう紹介ですけど、まず可変定数ラージ T とスモール S っていうのがあって、ラージ T は0から2π で動かすとおっぱいが揺れると。はいはい、で、スモール S は0から π で動かすとおっぱいの大きさが変わり、なんと無料カップ数が登場するな。で、係数は全て π で対応って、これも全員やってますから。はい、ということで、この、ね、動かした様子がね、見れるということで。で、これ見ててください、ここで、ここがね、これ俺おっぱい揺れます。これラージ T です。で、次 S 動かすとこの見たことある部分として A カップのところがあるんですけど、マジの直線やったんですよ。そうですね、それはちょっと侮辱ですよね。 A カップのあります。上に怒らした、上に怒らせちゃった。 A って揺れるんですか、関数として。野上さん、関数として、関数として、いや揺らそうと思います。ありがとうございます。四季がすごいちょっとね、多分ですけど、じゃないね、この2つだけなんですよ、本当は。この XI とか YI をなんかもう一生定義し続けてるっていうのが多分ですけど、はい、フロアってなんですか。フロアってフロア関数って、フロアの値を取るっていうね、仮数の取る、要するにガウス関数って。
そう、下の方ですね、フロアは。でも、はい、ちょっとずるいなってちょっと思ってしまうのが、単位の最上階とかありますよね、たくさん。これやっぱ結局フロアを取ったら、ただの整数値になると思うんですよ。だから、式はわざと複雑にできる。気づいてしまいましたね。見逃しません。ちなみに准教授さんはどう思います？いや、僕は逆にその定数を π を使って表す行為っていうのがまあイノベーティブじゃないかな。あ、この π、 π とかね、はい、2って書いていいところをわざと π に寄せた、あ、寄せた、その可能性ないですか？寄せた お π だけに寄せた、これが限界を絞る。今のが例ね。はい、この浜松北高校のおっぱいの支えがいつか、皆さん10点満点何点でしょうか？一斉に応募してください、どうぞ。6、また点1、8.75、3.14、おっぱいの気遣いの得点 35.99 点ということで、暫定2位ということになります。3以上であれば決勝進出。これかな、これ。点数のコメントいいですか？点数のコメント、はい、行きましょう。まず、おっぱいのカップ数を可変にするという発想は、はい、これまでなかったなというもので、そうですね、非常に、ね、イノベーティブを感じました。はい、でもここで言いたいのは、おっぱいへのささやかな気遣いというタイトルなんですね。はい、それに対して、先ほどノイリーもあったように、カップに対する配慮が全くできない。結局何がささやかな気遣いか全く分からないのを持ってしまったので、そういう意味で非常に限定させていただきました。なるほど。したけども、はい、どうですか、ケンさん。私も同じ意見で、これはもう気遣いというより自己満足だと思います。おい、はい、どうぞ。私もお二方も同じ意見で、はい、結局 C 以上しか見えてないんかな。おっぱい正義がね。おっぱい、まあ、今の発言から言うと、どういう今おそらく A か B、 発症、はい、怒られます。はい、それでは次のエントリーナンバー3のおっぱいに参りたいと思うんですけど、タイトルがこちらでございます。おぉ、渋めの回、ね、海星高校、海星高校か、おぉすげえ。どんな目を見せてくれるんだ。ただですね、今までただここに関数が書いてあるんですけど、はい、ちょっとこれをご覧ください。数式がなんとページ数180ページになってしまい、セルナーレベル、ここには広告が狭くて書ききれない事案が違いますね、それは。で、これがなんか意気込みらしいです。これは確かに関数ではない T を使ってるし、邪魔、邪道かもしれない。しかし、それでも我々の夢、願望を叶えるのはどんな人なのか。我々がレンジを付けした作品をどうぞご覧ください。もう手上げたい。もう手上げたい。で、ポイント。マスマティカを使って、線画抽出をして、再現を再現。マスマティカを使って、高校生。今、ウルリエ変化も使用した。この話を。この話を。僕ちょっとこれね、これどういうことかわかんないんですけど、ちょっと一旦。出していいですか、この子たちが送ってきた関数。すげえ。で、関数なんですけど、こちらの話ではこれでございます。これどういうことですか？どうか分かんないです。これはですね、マスマティカ使ったって言ったじゃないですか、はい、さっき書いてありますけど、線が抽出できて、はい、絵を描いてそれを認識させると関数を表記してくれるんですよ。自分たちで描いた絵を、はい、マスマティカに関数化してもらったってことですか？そうですね。そういうことで、ね、す。からのフーリエ変化どういうことですか？なぜフーリエ？いろんな周波数の三角関数で、やつ書かれてるんですけど、まあ、厳密的にはだから、その二次元フーリエ変換って、どんな二次元の平面グラフでも、サインとコサインだけで書けますっていうのを、この186ページに及んで足し算が行われた、線形的に行われてる、はい。これを説明するために来たと言っても過言ではないですね。なるほどね、はい、ってことはこれなんかある意味で別部門みたいな感じになりそうな感じなんだ。ただちょっと考えたいのが、はい、元の絵を描いたのは誰なのか。間違いない。それは思ってて、元の絵を描いたのが彼自身であれば OK だ。おお、ただマセマティカを使ってそういう抽出をしたっていうんだったら、これはちょっとね。だからここです。願望を叶えるにはどんな手段でも構わない。おい、はい、どうぞどうぞ。はい、死が心配でね。ああ、認めておいた方が。なるほどなるほど、はい、はい、それでは皆さんの得点オープン。7点、2点、5点。あれ、高校関数黎明に不義だから、一応0点ってことでいいですか？ゼロですね、一応0点で。ということで、夢のパイ
決めてるということで、スワモンドの方が夢のあったということで暫定3位ということになります。じゃあこの関数に関して何かコメントあるから最後に、はい、交換連機に交換連交換連ある意味チートなんですね。そうですね、そうですね、多分これを吹きさえすれば逆に言うと多分関数は出てきますよね。はい、逆に僕はもう彼らが何としてでもこれをね無理やり完成描画したいというその意気込みにすごい心打たれましてどっちといるかやもうそれこんなに考えさせられる作品が来るとは。確かに道徳の授業やこれということで次に参りたいと思います。ありがとうございました。最低報告でございました。はい、続きましてエントリーナンバー4、はい、サイコちゃん。あはははは、サイコちゃん、これこそおっぱい関数の本領発揮。天王寺高校、まず形からいってもらいます。いきます、ドン。おぉ、なんと、なんか2個、そうなんです。この関数史上初めて2次元関数で2個おっぱいを描いた発明。今までは1個だけやったんです。それを2個描けたっていうのが非常にポイント高い作品になっております。で、まあ関数がこんな感じになります。うわ、意気込みをそのまま僕でしたんですけど、視点を変えたことで2倍楽しめるダブルユニットと、ダブルユニットね、あれ。ちなみにこのダブルユニットは毎日号つながってます。あの、これは言いたいね、いや、完全に言いたいね、どうしないだろうな。はい、ごめんなさい、皆さん順位くらい、まあ、丁寧に行かせてあげてくださいっていう意味がすごくちょっとドキドキしていて、どうかの項目をこういじると揺れるんじゃないかな。そういう気分、これだからあのね、この球とかは乗せると方向を揺れます。だからこれ確か Y 軸、Y の方向に先へ入ってないですよ、確かに。はい、もう、ケツも揺らしてほしい。よく見ると、最後のシリコンやつは、多分最後のやつがシリコンになります。シリコン、あプラスチック、なるほど、K ついてるから、はいはい、きっと揺れるよ。おおお嬉しいな、見たかったな、それ。じゃあ、とりあえず、皆さん、点数をお出しください、どうぞ。これはですね、はい、出ました。43.45点ということで、おこうなってしまいました。あ、こうなってしまい、こういう形で、お残念ながら、横の海星高校はここで脱落が決定してしまったと。あー、でもね、記録には残る、そうですね、記録には残るだけに残ってもらいました。はい、青葉さん、そうですね、まあ、やはり今回の目玉商品としてダブルユニット搭載というのは、そうです、もう初のね、家電だと思うんですけども、やはり今までだってね、あのやっぱワンプレイヤーしかできなかったんですけど、まあ、これがあることで、ツープレイヤー、そこに今で遊べる、そのおっぱいで。はい、まあ、そのね、まあ、2つある答えまで遊べようとしたんですけど、はい、やっぱりせっかく対決号なんで、たくさん並んでもらって、2重号しかもらった方がいい。シスガのおっぱい取らせろって。そうだ、そうだ、そうだ、あいつはあいつはシスガの方が弾力があったりするから。ちょっと上がってきましたね。上がってきましたね。意外に絞っちゃいけない。絡めばいいです、科学に。はい、ということでこの4問題は N4 の最後でした。ありがとうございました。これ現状トップですからね。はい、次は N4 の5なんですけど、こいつは横から見たじゃないですか。このこいつに対していい横から作品になっております。N4 の5正面から見たら、おぉ、ストレート真っ向勝負、真っ向勝負です。学校ですよ、ほんまに。人が用意でいいっていう、嘘ですよ、多分。びっくりした。全員角度が浮かんでいいから、これめちゃくちゃ斬新です。こちらです。これルールがいいですなんですよ。で、今までのおっぱい関数選手権はおっぱいの
断面図の美しさ競うことのものでしたが、師匠方として私は疑問に思ってやるわけです。それ、ほんまに父か。それが言い方の方やな。賞味シュークリームやったとしても分からんとしました。正面から見た谷間は童貞多い池ヶ瀬にとって父の断面図よりよっぽど身近なものであるという思いから正面のおっぱいにこだわってみました。下に手を置きたくなりますよね。このレベルの関数だけでこの新しい斬新さを出したという点で、ここが非常に僕の中では確かに斬新大好きな作品になっております。はい、どうぞ。正面というよりはもうこれ上からですよね。上からね。はい、これ正面となるのは歪んでるっていうことになりますよね。あ、ここ、こういう感じ。はいはい、こういう感じ。はいはい、まあでもそういうシチュエーションもありかなと思ったので加点ですかね。そういうことで、じゃあ得点の方に参りたいと思います。はい、皆さんの得点にして、おい点お9ハットハット。はい、ということでこれの点数406.2 ということで、正面との美学がトップに来てしまいました。ですか。こちらになって現状がこちらです。はい、ということで正面との美学 46.2 ということで現状トップなんですけども、うん、他、はい、あ、そうですね、先ほども言いましたけれども、まず谷間というのにまず見える、はいはいはい、で、場合によっては僕の言ったように車を上から見たような図にも見えるというので、僕の夢を言っていいですか。僕の夢はですね、そこを谷間に乗ってガホン絨毯のようにね、ドアをしたいなというのが僕の夢でございます。夢ですか。夢ですね。これ急ハット、はい、このハットって演算子なんですよ。はいはい、演算子って作用するものなんですよ。はい、そうですね。作用したいなって思いました。なるほど。わかりますよ、これ。わかりますよ、これ。わかりますよ、これ。こちらでございます。ドゥン。めっちゃ嫌だ。えっ、グモ。